誘拐。あー、ハリケーンが来て僕を家まで届けてくれないかな。誘拐できそうな子供はどこかにいないかな。こんなところに私よりも怪しい子供が。ねえ僕、おもちゃ買ってあげるからついてこない？なんだこのハゲたジジイは。このハゲ方は誘拐だな。なんでハゲ方でバレてるんだよ。じゃあおもちゃ買いに行きましょうか。誘拐って分かっててもついてくんのかよ。はいはいはい、チンチロポー。脱出。ハゲたジジイ、早くおもちゃ買いに来るよ。行くわけないでしょ、誘拐なんだから。まさかの嘘かよ。嘘つくやつは死刑だよ。それは厳しすぎでしょ。まあ別に抜け出せるからいいけどね。きつく縛ったはずなのにだね。こんなことがあるかと思って服にノットを塗っといた。ぬるぬる脱出。そんなの臭くて嫌だろう。はいはいはい、チンチロポー。交渉。動くな、逃げるんじゃないぞ。だけど僕を誘拐したって意味ないよ。うちはお金がないからさ。そうなの？うん、味噌汁だって口に味噌入れて降ってきた雨を口の中に入れて出来上がりだからね。汚いな、しかも美味しくなそう。だからいい考えがあるよ。僕の友達を一緒に誘拐しよう。すごい交渉してきた。はいはいはい、チンチロポー。下地1。早く来ないかな。どうしたっしょ、こんなとこに呼び出してきてっしょ。動くな、動いたら撃つぞ。これはどういうことっしょ。助けてくれっしょ、と引くっしょ。誘拐するために君を呼んだんだよ。だけどうるさいからもう撃っちゃっていいよ。代わりならいるから。僕より全然恐ろしい。はいはいはい、チンチロポー。逮捕。ドイキ君助けてくれっしょ。今から500万を要求するんだよ。そして僕が490万、このハゲが10万だ。それは少なすぎでしょう。うせえ、文句があるのかよ。ドイキ君強すぎっしょ。今のうちにこいつを捕まえるっしょ。ペキカン君を捕まえさせたのもこいつを油断させるための作戦だ。そうは見えなかったっしょ。さあ警察まで自分で歩いていくんだ。おまわりさん、極悪誘拐犯を捕まえました。君の方が極悪に見えるけどね。じゃあ、あとは頼みましたよ。もうよるっしょ。絶対ドイキ君、僕のこと忘れてるっしょ。はいはいはい、チンチロポー。チャッ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